メトロワゴンマッシュはロシア連邦、無意市に本社を置く株式会社。地下鉄向けの電車やレールバスと呼ばれる機動車を主に手掛ける鉄道車両メーカーで2005年以降トランスマッシュホールディングの子会社となっている。1992年までは無意気市機械製造工場という会社名だった。メトロワゴンマッシュの基礎となったのは名誉市民のサバイワノビッチマモントフ。 貴族のコンスタンチン・スタチアーティブ・シェフ、モスクワの第一商業組合の商人であるアメリカ国籍を持つエ v バリーが1895年にロシア財務省に提出し翌1896年に認可された輸送機器製造に関する合弁会社設立プロジェクトである1897年にモスクワ近郊の向いてシに工場が完成し最初の製品として ロシアの北部鉄道向けの客車が作られた。当初は主に鉄道車両や予備の機器の生産を手掛け、モスクワ市電用の路面電車や除雪車の製造を開始した1903年の時点で、61式械製造工場はロシア第2の規模を持つ鉄道車両工場となっていた。さらに、第1次世界大戦勃発以前に、軍用装備の輸送用車両をはじめとする、 軍用機器の製造も開始しており、工場の発展は、ティ市の経済にも大きな影響を与えた。ロシア革命による混乱に伴う需要減少を受け、1920年には当時、モスクワ最大の企業であったストライクグループの子会社となることで各地の工場の建物や輸送機器の修理を受け持った。その後1924年に、ソ連技術管理局設立により、 工場の生産量は回復、成長し、以降は輸送機器生産工場としての側面が強くなった。1926年にはソ連発の郊外電車となったバクサブンチュスラハニ電化鉄道向けの電車の生産を行い、1929年には編成を組むことを前提とした郊外電車の生産も開始した。1932年以降、 無一式会製造工場は、路面電車及び車体長19メートル級の鉄道車両の生産に特化することとなり、1935年には、モスクワ地下鉄開通に備えソ連初の地下鉄車両に、して、初の全金属製車体を有する鉄道車両となった A 型電車を製造した。第二次世界大戦中は、政府からの要請を受けて、対空砲や砲弾、 機関銃などの軍事機器の生産を24時間体制で行っていたが空襲が激化したことを受けて1941年10月17日から終戦まで生産施設をウラルへ避難させた上で生産を続行することとなった。資材も人員も不足する中でも24時間体制での生産を続行した功績から戦後6地式海製造工場へ祖国戦争勲章が授与された。 終戦後は深刻な日用品不足に対応するため、机や子供用そり、ハンマーなどの生産を行っていたが、1946年から地下鉄電車の生産が再開され、同時にダンプトラックをはじめとしたトラック用ボディの製造が開始された。また防衛省からの命令を受けて、軍用車両の生産も続行されたことにより、以降ムイティ式回製造工場は長期にわたって、 地下鉄電車、トラックボディ、軍用車両という3種類の製品を手掛ける企業となった。工場で作られた製品はソ連国内への大量導入にとどまらず、中国、モンゴル、韓国、ユーゴスラビア、トルコ、イランなど世界各国へ輸出された。1987年には自動車生産工場を増設した一方、1980年代後半以降の ペレストロイカをはじめとするソ連国内の変革は、無意気式改製造工場へも影響を与え、工場内に共同組合が設立されるようになった。そして1992年4月20日、労働組合会議により、無意気式改製造工場は株式会社である、メトロワゴンマッシュとして再編されることとなった。再編後も引き続き、メトロワゴンマッシュは地下鉄車両をはじめとする、 鉄道車両の生産を行っており、2019年現在、ロシアをはじめとする18都市の地下鉄で、メトロワゴンマッシュ製の地下鉄電車が導入されている。また2001年以降は、ローカル線向けの大編成の機動車の生産も実施しており、ロシアや CIS 諸国のみならず、チェコやハンガリーなどへの輸出も行われている。さらに製品のみならず、多目的ホールや病院、幼稚園、 図書館など労働者を支える社会インフラの管理も受け持っている。2005年にはロシア最大の鉄道車両メーカーであるトランスマッシュホールディングの参加企業となり、2010年からはトランスマッシュホールディングの主要株主となったフランスアルストムからの主導のもとで他の参加企業とともに工場の近代化や新たな規制、安全基準に対応した。 設備の更新を実施している。なお、軍用車両やトラックボディの生産については2009年5月12日に設立された公共株式会社である無意式機械製造工場に継承されており、2019年現在のメトロワゴンマッシュは地下鉄電車やレールバスの生産を軸とした鉄道車両メーカーとなっている。ありがとうございます。